何あの頭、誰？変質者ですね。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ返しますか朽ちた剣を返しますか。はい、ザシアン、ザマゼンタ、助けてくれてサンキュー。遅くなったけど、お前たちの大切なもの返すぞ。まあ言われるまで全然返そうともしてなかったんやけどね。それでは仮パクです。何あれ、盾貼り付けと。アイラとホップは朽ちた剣と朽ちた盾を返した。手前にそんな刺すとこあったんやっけ。よーし、アイナ、一緒に戻ろうぜ。ソニアはどうするんだ。何そんなキョロキョロしよ。私はもうちょっと森を調べたいからね。ん？パワースポット探しマシーンが反応してる。おーやおやおーや、何やら騒がしいと思えば。何？何あの頭、誰？変質者ですね。おーやおやおーや、もしあなた、ガラルの歴史を書いたソニア博士では。あ、どうも、本買ってくださった方です。隅から隅までくまなく読みましたとも。なんか剣と盾みたいな髪型なんやけど、何？インターネットでレビューも書きましたとも。嘘だらけの不愉快な本ゆえに星一つ。めっちゃ失礼な人たち。ちょっと何よ、嘘なんか書いてないし。おい、失礼だぞ。我はソット、我はシルディ、我々こそガラルの純粋なる血族。セレブリティ、めっちゃ個性的な奴ら出てきたんやけど純粋血族、何言ってんだ。あなたたち一体何なのよ。おやおや、こちらにあるのは例の九段の剣と盾では。おや、なんと小汚い、まさに偽りの剣と盾、素手で触るのがはばかられます。手に入れるなよ、おい。何？おい、取るなよ、今返したばっかだぞ。たまらっしゃい、我々は落ちてるものを拾っただけ。違う。文句を耐えられるのであれば、これらが誰のものか証明できるんですか。それはできないけど。めっちゃへりくつ言うやん。ザシアンとザマゼンタの大事なものなんだよ。やれやれ、平民のくせに意外と押しがお強いですね。そこまで言うならば勝負いたしましょう。いや、意味がわからない。我々売られた喧嘩は2倍の値段で買うセレブ。何なのよそれ。意味がわからない。あなたはこのソットがお相手しましょうぞ。マジでポケモントレーナーのソットが勝負を仕掛けてきた。何、めっちゃムカつくんやけど。4匹持ったんか。お、ネギがないと。ネギがないとってことは格闘か。格闘ということは何系が、あ、飛行？飛行か。待って。あ、フェアリーも効くの？なるほど。じゃあちょっとペロッパフで行こう。よしよし。キリッとしとるね、ネギがないと。もういつもネギがないとのさ、この、剣の部分？めっちゃなんかバナナみたいに見えるんよね。あ、やられそう、やばい、怖い。ちょっと待って、ドレインキッス。お、いいぞ、いいぞ。回復してけ。よし、いいよ。全部回復したやないん、これで。全部はいかんかな。あ、若干足りてない。いや、しかし、もう一回でいけるやろ、これ。いやぁ。怖い。なんかめっちゃカッコつけてなかった。ふ、またいらぬものを切ってしまった的な。ちょっと待って、急所に当たってもよろしいんですけど。これ向こうの攻撃でやられそうな感じが。大丈夫かな、いけるか。あ、いける、やったやった、一旦得するね。よし、オッケーオッケー。回復もできるし、やっつけれるし、一石二鳥。さあ、次は誰だ。お、画面のです、レベル71。二段ギル。鋼かな。ということは誰がいいんやろ、無限ダイナー。いや、フェアリーがいいのか。わからん。無限ダイナーにしよう。
無限ダイナにしよう。鋼じゃなかったっけ、二段ギルって違ったかな。来い来い。え、鋼やろう多分。あ、火炎放射でいける。無限大な火炎放射覚えとったよね。何気に知らんかった。イエーイ、一発。さあ、次は誰だ。お、ホルードレベル59。よきよき。切り刻んも鋼かな。多分。鋼か、この子。わからん。火炎放射で。おっしゃ、いけい。お、ぽいぽいぽい。あ、よかった。よかった。さあ、次ラストか。具足武者。武者。鋼かな。ふん、肩慣らしはおしまいです。そろそろ本気で行きましょうか。さっきまでも本気だったでしょうよ。おー、気持ち悪い。あ、違うんや。鋼じゃない。虫でもないんかな。何が効くんだ。あ、電気。あ、電気とこう、え、なんかフリーズドライが効くのにつらら落としが効かないのはどういうことなの。同じ氷系の技でも効くやつと効かないやつがあるの。なんか意味がわからないんだけど。ほら、つらら落とし今一つやのにフリーズドライ効果抜群やって。え、タイプ一緒でもなんかそういう違いがあるん、初めて知った。電撃くちばし、はい、一発。へっ、やっぱり口だけだな。オッケーオッケー、イエーイ。チャンピオンだからね私。おお、なんたること、我のポケモンが。お、セレブやけん結構な金額もらえたよ。お、口だけん取り戻した、よかった。く、なかなかどうして強いではないですか。我のちょっとお散歩用の可愛いポケモンを倒すとは。めっちゃ。負け惜しみがひどい。しかし弟は難なく勝利したようですね。ホップ。ごめん、アイナ。俺負けちまった。はっはっは。少年よ、悩み事でもあるのですか。勝負に全く集中できていないようでしたが。まあ、悩んではいるだろうけれど。ところで兄者、もしやそやつ、無限ダイナを沈めたものでは。よく見れば、我らの手柄を横取りした例の子供ではないですか。何手柄って、倒そうと思っとったん。調査ではそのもの、ご先祖様が描かれた偉大なる壁画が壊された現場にも居合わせたとか。神々ですね。どこ調査なんそれ。なんたる罰当たりな、一族が誇るあの壁画を。壁画ってザシアンたちの遺跡を隠してたあの、上塗りしたのはこいつらか、あの変な絵で。っていうか壊したのはアユナじゃないし。今は身を引きましょう。次はより強いポケモンでコテンパンにしてあげるのです。そうですね。それではグッドバイ。あ、待てよ、クジタ盾返せ。ちょっとホップ、盾だけ取っていかれたのか。あー、もう無鉄砲に追いかけちゃって。アユナはさすが落ち着いてるね。ホップがあんな奴に負けるなんてね。勝負は焦ってたように見えたけど、そのせい？ライバルのアイナがチャンピオンになったり、目指す目標がなくなったりで、あいつも悩んでるのかも。それはそうと、ソットとシルディだっけ？さっきのあいつらの行方ちょっとわかるかもなんだけど。ん？ブラッシータウンの研究所で詳しく話せないかな？おー、もちろん。聞くまでもないよね。うん、ありがとう。よし、それじゃあ後で、ポケモン研究所戻ってるね。おう、ここまでは戻された。ブラッシータウンってあれよね、あっこよね。今、見えとるところ。そういえばなんか、後にも先にも、こんなね、近くに、次の街が見えとるとこなんか、一切なかったよね。これは星ガリスだな。星ガリス？合っとるよね。なんかちょっとこうね、最初の方でも、捕まえてないポケモンとかおったら捕まえたいなと思いよんやけど、はい、ブラッシータウン到着。誰か私のこと知らんの？歓迎してくれん？無敵のチャンピオン、ダンデはみんなのスーパースターだよ。
俺もポケモントレーナーで食っていこうと考えていたけど、ダンデさんのようにいつもいつでもポケモンのこと考えられないや。ねえ、誰か私に触れてよ。もっとダンデのように中二病全開でいかないと。右側がポケモン研究所、ポケモン、これがポケモン研究所かな。普通に一般の家じゃね、これ。あれ、どこだい研究所。あ、これか。全然違った全く違った。あれではただの不審者でしたね。あら、ソニア博士、お客様です。いらっしゃいやいな。こちらは、こちらは私の助手さん。研究が忙しくなって手伝ってもらってるの。おー、助手がつくように。ローズ委員長が集めていた大量の願い星、今この研究所で預かってるんだけど、彼女がテキパキ整理してくれてね。すっごくできる人で本当助かってるのよ。いえ、そんな。チャンピオンのアイラさんですよね。お会いできて嬉しいです。よろしくお願いしますね。その人はなんか途中で裏切ったりとかそういうのない？人間不信になってますよ。ちょっと来てよ、見てもらいたいものがあるんだ。オリーブさんどうなったんやろ。ローズ委員長が自首したのは聞いたけどさ、オリーブさんの行方がわからない。パワースポット探しマシーンって覚えてる？ダイマックスできる場所、ガラル粒子が多いところに反応する装置なんだけど。ふんふん、ビンゴだわ。あいつらの近くにいた時なぜか反応してたの。つまり、どういうこと？つまりね、パワースポット探しマシーンの反応を追えばシーソーコンビがいるかもってこと。シーソーコンビ？何、いつの間にそんな呼び方になったの？なんか普通に言ったけど、シェルディとソットの頭のも、ん？頭の文字取ってシーソー、呼びやすくない？うん、なるほどね。そんなわけで、ガラルの至るところに仕掛けたパワースポット探しマシーンに、お、アクセス！お、すごいスピード。ブラッシーターンのポケモン研究所は来たね。うんうん。え、で、アクセスした結果、どこなの？これハロンタウンやろ？で、ブラッシータウンやろ？お、なんか、え？このびっくりマーク何？ターフタウン。今は使えません。今使えんのね。ターフタウンにびっくりマークがついたんやけど。ターフタウンだけやね。とりあえず、びっくりマークがついてる場所は。ターフタウンに行けってことかな。わ、予想以上の反応。場所はターフスタジアム？スタジアムはダイマックスできるから反応してもおかしくないけど、これほどの数値は異常だよ。無限ダイナは違うよね。アイナが捕まえたし、もしやシーソーコンビと何か関係があったり。アイナ、この騒ぎ、チャンピオンとして見過ごせないよね。アイナのタウンマップでも粒子の反応を見れるようにしといたから、迷ったら見てね。なんか放置されたけど、ターフタウンに向かえということかな。ターフスタジアムの調査、よろしくね。こっちはこっちであいつらのこと調べてみるよ。なるほど、そういうことらしいわ。助手さん、名前は？ソニア博士の元で働けて嬉しいですわ。あの若さで博士号を取られたすごいお方ですもの。名前はないみたいやね。さあ、それじゃあターフタウンに向かわねばならんわけか。なるほどね。さあ、頑張っていきますか。ってことで、飛んでいこう。ん？あ、タウンマップから飛んでいけるんやっけね。はい、ターフタウン。ターフタウンへ。空飛ぶタクシーで移動します。ゴーゴー。はい、ターフタウンに到着。そっか、ターフタウンってこんなところやったっけ？なんか、ね。最初の方の街ってもうすごいなんか懐かしいというか、めっちゃ忘れとったな。新チャンピオン、あいつはすごいぜ。今あなたの横にいます。何探してるの？5番道路は長くって走り抜けると気持ちいいですよ。まあ、とりあえず、あ、そうや、どうなった？ポケジョブおめでろう。バッジを手に入れたことで新しい依頼が来てるロミ。確認してみてろ。なんか、目がハートマークになっとった。かわいい。あ、完了。
建物作りに力持ち。さあどうなったん？土鉄骨連れてっとったよね。おかえり。どうなった？マクロコスモスコンストラクション、建物作りに力持ち達成。依頼主の元からポケモンが戻ってきました。ちっちゃ。とても活躍したポケモンがいるようです。まあ土鉄骨だけだからね。お手伝いを達成したので経験値をもらった。おお、めっちゃレベルアップ。送り出したポケモンはなんとかお手伝いをやり遂げたようです。次はもっと仕事に当たったタイプを送り出してみましょう。土鉄骨がアイラに何か渡したいものが。おお、何。おお、達成のお礼として荒引きブルストを1個もらった。そういうの持って帰ってくれるんや。なるほど。なるほどね。またのお越しろー。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、じゃあターフタウン着いたけど、ターフスタジアムに行ったらシーソーコンビがおるんかな。シーソーコンビいいね、なんか。